どうもこんばんは。小田エリン、エリ、小田エリナ、小田エリナです。小田エリーナです。どうもどうも、ご機嫌うるわしゅ、いかがお過ごしでしょうか。皆さん、エリーナ様でございますよ。皆さん待ってたでしょ、私の配信をね。エリーナの配信を現地の余韻に浸っています。ありがとうございます。本当に昨日今日がとっても楽しい時間を過ごせて、皆さんとファンの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせて、そう、今日はおしましだったんですけど、昨日より全然暇な時間はなくて、なんかすごいいろんな方が私の連を支えてくれて、そう、めっちゃ楽しかったです。そう、いろんな支えがあって今日はね、なんか全然あんま過疎な時間は昨日よりなくて楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。よかった。たくさんぐるぐる、そう、ぐるぐるね、してくれた方もいたし、ね、もうなんかもうみんなに感謝。現地遠くて行けなくて悲しんで、まあそうだよね、行けない、行きたくても行けなかったと思ってね、今日のね、なんか、レポとか見てさ、あ、私も行きたかったなって。あのハンカチとか噛んでる方もいると思うけど、本当に皆さん、もうどんな会えても会えなくて もう本当に感謝してます。行きたすぎて追加注文だって。レポ見るの楽しいよ、行けなくてすみません。いやいや、スペインに出張中、え、ほんと残念だって。うん、ありがとうございます。今日寒いですか。寒いです、寒いです。今日一回ね、青コーデだったんです。朝青いね、結構一丁羅的な感じの服で行こうと思ったんだけど、ちょっと気合い入れすぎかなって思って着替えました。そう、ちょっと一回一丁羅だったんだけどやめました。結構衣装ってレベルで結構気合入ってたから違う服に着替えた。だから今ベッドの上にその服がかかってる、なんか置いてある、脱いだ、その時の脱いだ時の感じで。そう、めっちゃ可愛い服なんですよ、これも。またいつか見せたいと思います。代理をしちゃおうかな、だって、イエーイ。今日のブラウスはメリージェニーのブラウスでした。今日ワンピースじゃなくてブラウスというか、普通にワンピースじゃない。メリージェニーでした。次の買えるなら買いたくなった、だって。買えますよ、全然待ってます。
明日まで再販しているのでぜひよろしくお願いします。イエイ。検討します。ぜひしてください。全身の写真撮ったよ。練終わったらメンバーをお見送りする文化懐かしかったです。だってそう、すごいよねあれ。新しいマネージャーさんがねビビってた。殴った人だってね。え、私さ、マネージャーさん殴ったんだけどさ、殴ったんだけどさじゃなくて、あの事故でね、私の手がこうやってマネージャーさんの顔にバンって当たっちゃったんですよ。でそれが撮影タイムで、あのさ結構いろんな人の動画に映ってたわけ。それがでね、その違うマネージャーさんがね今日話しかけてきて、お疲れ様ですって来て、えんって思ったら、え、見ましたみたいな、何々さんをあの殴ってる動画って言われて、えって思って、もうそうみたいな、そうあれ本当にっていろんな角度からの動画があってって、私この角度がもうこの角度の動画をいっぱい見てますみたいな、そうそういろんな角度があってこの角度の動画を見てますって言われて、えみたいな、えやばいみたいな、なんかみんな、そうなんかすごいなんか見てる、みんな見てるっていうかわかんないけどすごいみたいなそう見られてた、うん、そうおすすめの角度教えてもらった。で私がなんかその殴ったこと知ってたんですかって聞いたら、いやなんかぶつかった後は言ってたけどみたいな、でこの動画見て、あこういうことだったんだって思って、ってもうずっと見てますみたいな言われて、その動画をすごいなんか申し訳ないし、でもなんか殴られた方もすごい動画見て、あめちゃその動画見てるらしい、なんかそうちょっとちょいバズり、うん、訴える準備かな、だってやばい、本当に申し訳ない、訴えるための証拠を集めてる、だってやばいやばいやばい、申し訳なすぎて、えってか訴えられたら普通に負けるし、本当にもうこれからの活動で全もう誠心誠意頑張るし、本当に負けるから本当ごめんなさい、うん、すいません。今から弁護士目指すだって、え私もねすごい弁護士になりたくて、あのロストジャッジメントっていうゲームやってたんだけど、それが弁護士とかの探偵とかの話なので、弁護士バッジとかこうやって
か悪い人たちと戦って、なんだお前みたいな、殺意呼ぶぞみたいになった時に、こうやってパッて弁護士バッジ出して、なんかこれ画面に入らぬかみたいな感じで言って、え、それはみたいな感じになって、そう弁護士バッジじゃんみたいななって、それで、あ、弁護士バッジなんてあるんだって思って、そう弁護士かっこいいと思って弁護士一回目指しかけたんですよ。そう今年に入って一回弁護士目指しかけたけど、まあいろいろ調べたんですよ、弁護士になるにはとか。そう弁護士になるにはどうするのかとかっていろいろ考え、まあ調べて考えたけど、あの結構難易度高いっぽくて、なんか結構難易度高いし、結構いろんな年月かかるっていうのがあって、まあ今は諦めてる。うん、まあ今はね、今は結構諦めてる。うん、国試の最高難易度だって。え、めっちゃ、だってそれでさ人の人生決まるわけじゃん。そのこの人が有罪とか無罪とかって言って、あ、ま、言うわけじゃないか、それを弁護していろいろ言うわけじゃん。この方はこうはこうで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 って弁護して、まあ、その人の未来が決まるわけじゃないですか、全てが、人生が。そうだからもう本当に生半可な気持ちじゃなっちゃいけないし、そうなんか自分には無理だって思って、まあ、目指したんですけど諦めました。うん、そう、むずいよね。そう、むずい、むずかった、調べたけど。うん、でじゃあ弁護士が無理だって思ったら探偵はどうだってなったの、自分の中で。なんか探偵はどうだって思って、探偵って資格いるのかなみたいな。そう、でも探偵って別に資格とかいらないよね、なんかいらないっぽくて、まあ自分で探偵事務所作って探偵ですって言えば、まあ、探偵なわけ。そう、自己申告制で。だってそのゲームの中では探偵ってすごい、なんかそのゲームの中での探偵の仕事はもう本当なんか事件とか、もう本当そういうかっこいい仕事だったのね。なんかいろんな事件を解決する手がかりになるようなことを調べるっていうのが仕事だったから、え、探偵って、探偵になりたいって思ったんですよ今年で。いろいろまあ調べたんですけど、探偵についても。でも探偵って、実際の探偵の仕事って浮気調査とか、なんかペットが脱走しましたみたいな、見つけてくださいみたいな仕事が多いっぽくて、そう、あ、そうなんだと思って、そう、あ、そっかと思って諦めましたけど、でもなんかもう本当に大事な仕事だなって思ったけど諦めました。うん、うん、友達が探偵やってる、大変そうだけど楽しそうだって。そうなんだ。
そうだから今は今なりたいものは何だろうって考えた時に思いつくのは、今なりたいのはあの今なりたいのは今なりたいのは、うーん、今なりたいのは、ボカロ P 絞り出して、いやでもなんか違うんです、なんかすごい今日駅でボーカロイド聞いてて、あのめっちゃいいなって思って、やっぱボーカロイドっていいなと思って、あのボカロ P になりたいなって思いましたけど、まあ、無理だなっていう、音楽知識とかないんで、まあ、無理かと思って、でもエスカレーター乗りながら本気でボカロ P になりたいなって今日思ったんですよ。エスカレーター登りながらどうやったらボカロ P になれるんだろうって思って、でも楽器とかできなくても音楽作る人っているんですよ、本当に。なんか本当楽譜とか読めないし楽器もしたことないけど、さなんか曲作ってるみたいな人がいるんですよ、本当に結構ガチで。そうそう、だから私もなりたいってエスカレーター登りながら思って、で初音ミク歌わせたいって思って、初音ミクに私の作った曲歌わせたいって思って、そうそう、そのエスカレーターやばいだってそう、あのエスカレーターなんか私に夢を与えてくる、マジで。そう、エレベーターだとダメ、やっぱエスカレーターなんだよ。エレベーターってさ箱に入れられて動くじゃん、上下箱に入れられて上行ったり下に行ったりするじゃん。でもそれってさ本当に自分が上にいるか本当に自分が下にいるか分かんないじゃんか。上に行ってるつもりでも下に行ってたかもしれないし、下に行ってるつもりでも上に行ってたかもしれない、上に行ってるかもしれない、ドアが開くまでわからない、まあ、そういうのじゃなくて、まあ、エスカレーターっていうのは自分が上に上り詰めている瞬間を自分の目で見ることができるじゃないですか。で、あの逆もしかり、下に行ってる瞬間も自分はあ、これは下に行ってるんだとか、下を見ている自分は上を見ているとか、わかるじゃないですか、エスカレーター。だからエスカレーターなんですよ。エスカレーターは夢を与えてくれる、エレベーターは夢はぶっちゃけ言ってしまったら、うん、まあ当たって与えてはくれないかな。やっぱエスカレーターなんだなって思うかな。うん。
かもエスカレーターって手すりとこの階段の動く速度違うんですよ。この手すりの方が先に進むんですよ。だから夢をつかむ時ってこうやって腕を伸ばすじゃないですか。それなんですよエスカレーターって。マジでそう、こうやって本当はマジ速度違うんですよ。こうやって手すりの方が先に進んでんの。だから夢をつかむ時っていうのは手から伸びる、こうやってそうパッて。だからエスカレーターは夢を与えてくれるんです本当に。うん、だからみんなエスカレーターに乗ろう。ちょっと何言ってるかわからないだって。夢を持てば意味がわかる。夢を、自分の夢を持ってれば今の話はね理解できると思う。あなたと話せるように日本語を一生懸命勉強します。お、待ってるよ。誰か今のあなたのエスカレーターの夢の話翻訳してほしい。翻訳して教えてあげてね。いい話だって、涙ちょちょ切れって、あ、響いた。もう一回同じ話できないでしょ。だってできるよ。全然やれって言われればできるけど、まあ、時間はかかる。だって夢の話ってさ、そんな浅く喋れないじゃないですか。だから時間はかかる。カリスマ性あるんだって。あ、本当に？マジで、マジか。いや、全然そうは思わないけどね。そうは思わないけどね。まあカリカリ梅は好きですよ。カリカリ梅は、カリスマ性はよくわかんないけど、まあ、カリカリ梅は、まあ、よく中学生とか塾通ってた時とかに、まあ、よくコンビニとかで買って食べてました。でカリカリ梅食べながらワークしたりやってましたね。いろいろ。カリカリ梅今でもたまに買いますね。
好き、こう見えて梅大好き。オンライン話したい、お願いしますだって、待ってます。オンライン話し会待ってます。動く歩道について話してくださいだって。え、わからない。動く歩道わかりません。桜木町にある、あれね、あれいいよ。夢と梅が好きなんですかだって。そう、夢と梅ってね、共通点あるの分かる。夢、梅って2つとも母音が上なんですよ。上、夢、梅、中へ、わかる？流れ星なの。夢、上、夢、梅、中へ、流れ星。わかった？すごいんだよこれ。すごいから、夢、梅、中へ、流れ星、キャーンって流れ星はこうやってパンって流れた瞬間に願いが叶うって言うじゃん。それなんだよマジで。やば、うーえって母音がうーえって、夢、梅、中英、中英さんね、わかる、流れ星の中英さんね、夢、夢、中英さん、流れ星で、すごいな。もうこれもう母音うーえね、もう全めっちゃいいから、で流れ星流れピカーンって、願い事、夢叶えって、そう、流れ星はエスカレーターなんだよ。そう、空にあるエスカレーター、うん、エスカレーターはでも夢を与えてくれる、流れ星は夢を叶えてくれる、まあ、ちょっと違うけど、まあ、エスカレーターも空もつながってんだよね。本当に、本当はね、みんなこれ言われるまで気づかなかったと思うけど、エスカレーターと空はつながってる、うん、忘れないで、うん、今日は切り取りにくいな、だって、いや切り取るつもりのやつおるな切り取るつもりのやつおるな。ダメです、これはセミナーなんで、あのここだけのセミナーなんで、あの悪用禁止、無断転載禁止です、あのセミナーなので、ここの、はい、リアルタイムのみでのあのやつなので、無断転載禁止です、うん。
てんてててんてててんで、うんうん、セミナーとエリナーって似てるよね、だってね、エリナーセミナー真似されたかも、セミナーに、あの母音エリナーセミナーって真似された。うん、切り抜き新規来た、だできた切り抜き見てきましたって言われた。あのね、あれとか面白かったらしい。あのなんか私じゃなくて、機械が喋るやつとか見て、なんか来ましたとかって言って来た方とかいた。うん、うん、そう、うん、すごい、なんかさ、切り抜き師いるよね、ここ結構ずっといるよね、私の配信にずっと切り抜くためにさ、わざとさそういう話に持ってこうとするコメントとか絶対さしてきてるよね。そう、切り取るつもりのやつおるなこれは、うん、誰だ誰だ、見つけてやる、誰だ、探偵だ、探偵です、今ドキドキしてるの誰だ、だってドキドキしてるの誰だ、おほおほ、エリナ氏が、エリナ氏が僕のことを 言ってくれてる、切り抜くしか、エリナ氏、エリナ氏ありがとう、切り抜き、ここだ、切り抜くぞ、エビナシありがとうって思ってるやつ誰だ、うん、ネタくれてありがとう、エビナシ、エビナシ感謝、いるでしょう、ね、あと8ヶ月切りました、クリスマスまで、クリスマスまで楽しみ、ほっぺにニキビありますか、ある、でももうすぐ治る、これ
今直してるの。すごい頑張れ。お題されたらいつやりますか。それめっちゃねお話し会で言われたけど、早くやりたいなって思ってるよ。早くやりたい。鬼滅見てるな。あ、やってんだ今。コットンクラブ懐かしいね。あんなねすごい場所でできて嬉しかったわ。なんか配信面白いこれ今日。ありがとう。そうなんか配信面白いって言われた。なんかお話し会とか配信面白いって言われた。あとねインスタのストーリーも面白いって言われた。あとね YouTube 始めるしかないね、マジで。 YK エージェントの子役と対談してみたって動画早く上げたい。YouTube やりたい。ではということで、まあ今日は配信終わりたいと思います。皆さん見てくれてありがとうございました。では最後にランキングを見たいと思います。いきます。13位時空、12位社長あと生声48、11位、あ、変わっちゃった。13位、社長あと生声48、12位、秋元太郎、11位、慎吾、10位、KLOO、9位、人熊悟、8位、スミグルイ、7位、クルリン、6位、翔太と代理しかかたん、5位、トール、4位、ミヤちゃん、3位、ユミユミ旦那、2位、パオンゴールド、そして1位はマッカーシーアド、あ、マッカーシーアド、おだし、ありがとう。ということで皆さん見てくれてありがとうございました。お話し会楽しかった。またやりたい。ということで皆さんまたおやすみ。バイバイ。ありがとうございました。お話し会楽しかった。またやりたい。ということで皆さんまたおやすみ。バイバイ。